あります。フェアウェイにある深いバンカーです。アマタースプリングのマークです。おお、強かった。皆さんこんにちは、三枝心です。今回はリンゴルフ初となる海外のゴルフ場を紹介したいと思います。私と一緒にラウンドしてくれたキャディーさんの名前は A さんです。この日はかなりの強風で声がほとんど入っていません。なので私がアフレコを頑張りたいと思います。今回もよろしくお願いします。ちょっと弾道低かったですが、まっすぐ飛びました。タイでは一人に一人キャディーがつきます。キャディーさんの服装もすごく可愛いです。みんな性格もお茶目でラウンドがすごく楽しかったです。残り70ヤードを58度で打ちます。うん、良さそう。かなりのフォローだったのでグリーンオンしました。出だしはバディ発進できたら最高ですね。思ったよりも少しスライスが強かったようです。左に池があります。なのでバンカーよりちょっと左に打つイメージ。左に引っ掛けないレベルで気持ちはフェード。かなり長い池になっているので少しでも右手に力が入ると引っ掛けてしまいそうな景色ですね。ダウンダウンダウン、早く落ちて早く落ちてとキャディーさんが言っていました。ずっとこのホールは左の池が続いているので右側に打っていくことをお勧めします。3打目ですね。126ヤード、8番アイアンで打ちたいと思います。少し力が入ってしまいましたね。でもなんとかグリーン手前に持っていくことができました。返しのパットをしっかり入れていきたいです。タイではスライスやフックというふうにパターを読まないみたいです。はい、このコースは左が OB です。バンカーがとにかくあの左のバンカーに入れたくないのでなるべく隣に行っても右の方が。長いバンカーなのでティーショットを打つにはかなりプレッシャーがありました。右に行っても隣のホールなので左
左の林に打つよりは右側を狙って打ってた方がいいと思います。それにしても綺麗なゴルフ場でしたね。カートで走っててもすごく気持ちが良かったです。フェアウェイにある深いバンカーです。ここに入ったら狙えないね。ピンはあっちで、右はこういう感じで隣のコースになってます。ラフがね、割とこうモフッとなっていてバミューダっぽい感じなんですよね。なんで少しラフに入ると難しかったです。ここはユーティリティでしっかり刻んでいくことができました。57ヤードを58度で打ちます。うん、これはしっかりターフが取れて気持ちいいショットでした。アマタースプリングのマークでマークしてみた。3つ目のパーパットです。3連続パーはなるのでしょうか。ワンカップぐらいフックします。ちょっと打ち切れませんでしたね。さあ、ここからどんどん面白いホールが登場してくるので、続きも楽しみにしていてくださいね。